セブンイレブンサタデースペシャルゴッドアフタヌーン。アッコのいい加減に旋回。皆さんこんにちは、ご機嫌いかがですか。和田アキ子です。こんにちは、柿原忠です。いや今日はいいお天気、いいお天気で良かったですね。はい、なんか昨日寒かったからね。いわゆる梅雨寒っていうんですか。年寄りにはこの毎日は辛いでおます。突然の年寄りキャラどうなんですか。いやいや本当温度差ありすぎる。でもありすぎですね。昨日は東京は20度に届かず、はい、で今日は29度まで上がる見込みです。そうでしょ、はい、9度違うってすごいことですよ。答えますよ、ね、年齢に関わらず。うん、はい、で明日はですね、はい、まあ暦で言うと、これ夏至でして、うんうん、1年で昼間が最も長い日なんですね、うんうん、で夕方日本全国で部分日食が起こるそうです。はあ、部分日食、はい、なんかこの日食っていうとなんか沢尻エリカさん思い出しちゃうもん。なんでだろう。なるほど、レアな。その時よく覚えてますね。その時話題になんなかった。日食を見に、あれ、会食か、あれ、月皆既月食、皆既月食だ。でなんかそこベストスポットに出かけてって。そう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 、でも酒井のり子さんじゃないですかそれ。そうだったっけ。なんか問題のある人ばっかり、すいませんね、忘れましょう。いやそういうのがあって、で一回見てみたいな。前だからだいぶ前でしょ。だからなんかこうセロハンみたいなやつでさ、はいはい、ペタンコのセロハンみたいな、何色か忘れたけど、黒じゃないですか。それ今回もう捨てちゃいましたよ、もうないなと思って。用意してたんですね。言って、いや違う、残り去年か、あ前回の残り、前回の残りね。え、そう、ちゃんと、うん、もちろんだから太陽が欠ける様子がレアなんですけれども、うん、はい、もう肉眼では絶対に見ないように、そうそうそう、専用のグラスでご覧ください、はい、いうことで、うん、月の影がね、うん、もう太陽にこう差し掛かるんで、ちょっと形が、はいはい、こう、独特だということなんですけども、はい、ただこう珍しいんで、この部分日食が起こるのはこれを逃すとですね、うん、次は2023年の4月20日ですね、うん、でまた3年後。そうです、はい、しかも日本全国で部分日食となるともう10年後になるんです。あら、2030年の6月。じゃあ私10年間持ってたってこと。持ってたんですね、セルファンみたいなやつ。そうですよ、なんでか知らんけどね。まあ意味がないって失礼だけど、なんかわけわからんもんよ思ってんの。これ自分で用意したんですか。いやいや、それは買ったの。買ったんですね。見てみたいって、その結果見なかったんですよ、はいはい、仕事で、はい、なんで持ってたのかな、わからん。なんでこんなものを取っとくのってのが多いね。でなんかもうなんか買って、ブランド物のバッグ買って、すごいバッグ欲しかったの買って、家持って帰ったら、包んでる間もずっと楽しみだったの、家持って帰ったら急に嫌になって人にあげたりとか。あ、何なんだろう、何なんでしょうね、うん、興味がある時にはもう絶対なんだけど、そうスッとか。いや心変わりが、でもこれ興味ある人、子供たちは好きなんじゃないの。理科の勉強にもなると思います。あ、なるほど。ただただですね、うん、午後4時11分から東京は日食が始まって、時間も分かってる。分かってます、すごい、ね、はっきりもう4時11分です、うん、夕方の、うん、で最も太陽が欠ける時間は5時10分なんだそうですが、うん、ただ予報がですね、うん、まああまり良くないんですよね。あ、そうなの。一応雨のち曇りなのです。あら、今日こんないいお天気なのね。ちょっとやっぱ雲が多いと、うん、まああれですね。ああそう、はい、でもなんとか持ってくれるといいね。そうですね、うん、今日なんかでもこのお天気でね、うん、なんとなく都道府県をまたぐ移動が全国的に緩和された、はい、ということも含めて、はいはい、少しずつ何かこう気持ちが、プロ野球も開幕したし。あ、プロ野球はなんかもう各局やってましたね。やってました、やってました。もううちの旦那喜んじゃって、喜んじゃって、もうずっと釘付けだったから、私文句も言わずに、じゃあねって、ね、自分の寝室に戻りました。ジャイアンツファンですから、はい、相当昨日は気分良かったんでしょうか。びっくりして、なんか9時ぐらいかな、なんか映画見ようかなと思ったら、原監督がなんかこんな盾みたいな大きな持ってたから、もしこんな今日始まったからって、この人なんでこんなしてはんのやろうと思ったら、ヤクルトとかはなんか雨が降ってて、はい、ああかわいそうだなって、うん、全局やってたんじゃん、どっかね、はい、で BS とか CS 探してたから、私そしたら横浜もなんか雨降ってて、はい、それでお水を取りに
原さん、えらい、あの、昨日持ってあって、えらい喜んで、そんな嬉しいのかなって。そうだよ、だけだったんだよ。なんだ、そしたら今日新聞見たら、ジャイアンツは6000以上だっていう。別に開幕戦勝ってあんなに当たってるようにしないですよ、そんな嬉しいかなと思ったんだ。球団通算の節目の6000勝なので、うん、原さんはそれを持ってらしたんですけど、ね、それを浩二さんは説明しなかったんですね、アコさんにはね。そう、なんか嬉しさのあまりじゃないで、今日うちのマネージャーが朝来て、まあ、マネージャーもジャイアンツファンで、で、まあ、よかったですねとか、あの持ってましたねとか。でもすごいんだよ、6000勝のうちさ、 原さんはあの1300いくつ個人持ってて、なんか優勝回数もすごいんだって。だからすごい人なんだ。そうです。そんなことを何で今言う、昨日ちょっと言うたらええやろ。いや、アコさん、ファン心理理解してください、はい、やっぱり嬉しい気持ちはどんなことでも伝えたいんですよ。原さんがすごいとか、節目がどうだとか。いやいや、だからそう、私が聞いた時にさ、もうえらいのも持っといたなとかって言ったら、まあ話せば説明するの長かったんでしょうね。そういうことでしょうね、はい。まあ、でもね、いやでもよかった、無観客とは言いながらプロ野球が開幕したことも、ご主人はもう、まあ、いろんなところのね、はい、男のご主人に限らず、はい、男の人は嬉しいんだろうね。嬉しいと思いますね、うん。ですから、あの、いろいろライブハウスの営業がスタートしましたとか、これもまだちょっと難しいですけどね、はい、そうですね、引き続きいろんなことに注意しながら、コンサート展示会も条件付きではありますけれども、はい、徐々に緩和していくということです。また感染者増えてますからね、そこはもう本当にくれぐれも一人一人が注意しなければいけないってことでしょうね。昨日は都内で35人が新型コロナウイルスに感染していることが確認されました。で、世界的に見たらもう最多というニュースもありましたからね。そうでしょう、はい、新型コロナウイルスの感染者が最多という、WHO が引き続き、もうこれはもうみんなの、私たちはもう個人的にはもうないと思うけど、でももう一回再自粛なんてことはないのかね、こんなに増えていってるって。いや、気をつけないと起こりえますよね。ねえ、うん、日本だけが大丈夫ってことはありえないですからね。そうでしょう。だから、なんて言うんでしょうね、本当にこういう暮らしを受け入れながらどこまで、いやー、こういう番組を持っていて、このマスメディアでやってる人間がこういうこと言うのダメなんだろうけど、なんかもう慣れちゃった感じがしちゃって。慣れた、慣れたっていうか、そんなにもうマスクはもうなんかマスク、手洗い、うがいは必ずするけど、あとはあんまりもう気にしなくなっちゃった、スーパー行っても。あの、それも大事なんじゃないかという気もするんですよ。つまり、うん、マスクをするのが当たり前ですとか、うん、今日放送もアクリル板ありますけど、はい、アクリル板ももう慣れて当然になってきた、うん、これを受け入れながら、うん、でもだってずっと、ね、萎縮してたら行動できないですからね、はいはい、だからマスクなんかこれからの熱中症で外してもいいんだみたいな、小学生に説明するようなことをおっしゃってますもんね。そうですね、うん、例えばユニクロが進化したマスクを出したりとか、ね、並んだっていうのね、並んだりとかして、なんか900円かなんかなんでしょ。そうです、そうです。でもすごく快適らしいですね、でものすごくなんかこう効果もあってね、うん、でそこに並んでる人は密じゃないかとか、いろんなツッコミもありながら、はい、でも進化したマスクをまたみんな興味を持ったり、あるいは行動の制限の仕方を覚えたり、でなんか新しい、なんか接触した人が分かるアプリも、そうです、そうです、なんか発表されたでしょ。ココアというアプリの、スマートフォン向けのアプリの利用が始まりました。うん、スマホを持ってる人同士が、もちろんこれアプリ登録してる人ですけども、はい、一定の距離に近づくと相手のデータを互いに記録してですね、うん、仮に利用者が新型コロナウイルスに感染した場合は、うん、ちゃんと通知をするという仕組みなんだそうです、はいはいはい、無料でダウンロードできるということで、うん、まあ、こういうものもだんだん出てくるんですね。やっぱり外国なんかもやってるっていうもんね。そうなんかシンガポールをなんか日本にして日本もやったっていうけど、はい、シンガポールはこのなんていうの、政府がその個人の情報を把握していて、だからもう例えば柿原忠とか和田アキ子一緒にこうやってると、もう両方政府にもう名前が分かってんだけど、日本の場合はあの匿名で OK で、その感染した時は名前を出さずに、じゃあ私かカッキーが感染したりすると、私には感染者と濃厚接触しましたっていう感じがあるんで、ちょっとプライバシーの部分でどうかな、まあ OK だって言われてるけど、そうなんですよね。
どうなんでしょうね。個人情報をどこまで国に管理してもらうのを良しとするかっていうのは国柄がありますよね。いやでもね、もう個人情報って言ったってね、もうマイナンバーだけ、はい、ああいうのとかもうすでにもう国が全部もう把握してますよ。だってもう私見て恐ろしいなと思ったのは、もう今やドローンで全部できるし、であのそタイトル言うのもなんだけど悪気があってじゃないですよ、ポツンと一軒家とか上空からさ地図みたいなビャーン見てそこに家があるって分かるんだよ。そうですよね、本当に、はい、もう今そんな世の中だから、昔映画で見たこと全部本当になってない。どんな逃げても逃げても、うん、何どこそこの建物の中に入った、今階段登ってるとかね、体から熱出てるから、だからもう GPS はある、監視カメラはあるねえ、はい、もう管理されてるんですよね、実を言うと。だから反対にそうやって守ってもらってんだっていう取り方、はい、悪用もできるけど、うん、こういう例えばそれこそ新型コロナウイルスの状況の把握なんかの時に、うん、守ってもらえてる、守ってもらうという捉え方もできる、うん、そういうのもいいですね、取り方だね、これからは。もうだってもう勝手につけられてすごいいい名前で腹立つんだけど、ウィズコロナとかなんか軽い感じしない、はい、お友達みたいな、ね、ウィズコロナね、なんかね、うん、スマートフォン向けのアプリの名前もココアって、うん、なんか飲み物でもココアがあるからどうなのかなとか思ったりもしながらも、まあ、でも気をつけなきゃね。そうですね、うん、はい、そんな中ですが、はい、芸能ニュースの一つとして、あ、そうなんです、はい、ホリプロの創業者で、はい、それこそ歌手和田アキ子を発掘されたご本人、はい、堀武雄さんがファウンダー最高顧問を退任されました、はい、芸能活動を始めて70年、うん、27歳でホリプロ立ち上げてからは60年、うん、その節目の年に、まあ、勇退されるということで。そうなんですよ、今ホリプロはスカウタレントスカウトキャラバンってありますけど、本当に堀さん自身が大阪にいらして、君は世界に広げる、世界で通用する歌手だっておっしゃってくださって、まあ自分の実の親より長い付き合いですから、10代からね。そうですよね、孫さん、堀さんとの出会いがなければ、はい、全く違う人生だった可能性はありますよね。あの三枚曰く反射 の女性リーダーさんまから電話、さんまさんが言ってるだけですよ、さんまが言ったんです、はい、いやだから本当にお世話になりましたね、まあ粋な方で、本当にあのこれからホリプロを100年企業とするために、もうあのどんどん若いやつ、今でも格尺としてらっしゃって、もう背筋はピンとしてますしね、で、あのベラン名ですから、堀さんじゃあお食事でも、ダメだよお前コロナだから、あ、そうですか、お疲れ様でした、長い間ありがとうございました、本当嬉しいです、なんか泣きそうです、いいよ失礼しますかっこいいな、もう素敵な人です、情が挟まない、情を挟ま、市場を挟まない、はお世話になりました、すごいですね、はい、素敵な人です。まあ引き続き、まあね、堀さんの存在があると、はい、リズムってのありますから、ね、はい、脈々と受け継がれていくんだと思います、はい、そんな堀さんに見出されたアコさんですが、はい、やっぱりデビュー曲を今日はここでおかけしたいなと思いますね、はい、1968年、はい、10月25日この曲で、歌手和田アキ子は第一歩を踏み出しました。白雄さんですよ、そうですよね、はい、星空の孤独